天秤座ガンマ星は天秤座の構成で四等星。二重星でおそらく連星であると考えられている。その場合、地球からは主星 A と42.5秒離れて見える番星。B は主星 A から少なくとも 2100AU 離れた軌道を55000万5年以上かけて回っていることとなる。以前は主星 A 自体が近接連星であると考えられていたが、 文光観測を含めたあらゆる観測によっても分解できないことから単独の構成であると考えられるようになった。固有名ズベンエル・ハクラビは天秤座アルファー星と同じくアラビア語で南の爪を意味するに由来するがこの名称が天秤座ガンマ星のものとなった経緯は複雑である。もともとこの名称はヨハン・バイエルがサソリザ・ガンマ星と符号を付けた構成の名称であった。 しかし、サソリ座の他の構成と離れた位置にあることから、19世紀のアメリカの天文学者、ベンジャミン・グールドは、このサソリ座ガンマ星を天秤座の一部とし、新たに天秤座シグマ星という符号を振り直した。ところがこの時に、本来、サソリ座ガンマ星に付けられていたズバネラクラバイという名前が、天秤座ガンマ星の名称であると誤解されるという混乱が生じた。 さらに面倒なことに、19世紀前期のアメリカのイライジャー・バリットは、彼の出版した製図の中で、ズバノクラバイという名前を誤って、天秤ザイータ製に対してつけていた。以上のような混乱があったが、2017年9月5日、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは、ズバネラクラバイを天秤ザガンマ製への固有名として、正式に定め、 本来この名前が付けられるべき、天秤座シグマ星 A に対しては、ブラケウムという固有名を定めた。ありがとうございます。